こんにちは、石山浩二です。アンティークコイン投資を極めるのコーナーです。今日もコイン紹介ですね。4枚のコインを紹介していきたいと思います。1枚目がグレートブリテンジョージ3世1793年1ギニー金貨 NGCMS62。 2枚目がグレートブリテン1740/39年2ギニー金貨ジョージ2世 NGCAU58。 3枚目がフランスルイ16世ルイドール金貨1786年 AANGCAU55。 4枚目がグレートブリテンジョージ3世1792年1ギニー金貨 NGCAU53 です。1枚目がグレートブリテンのジョージ3世の1ギニー金貨ですね。1793年の NGC の MS62 グレードになります。ジョージ3世は1760年から1820年の60年間統治されたイギリスの国王です。もともと21シリングが1ギニーの金貨になりました。表面の文字はジョージ3デイグレイシアということで、ジョージ3世の伝説ということです。重量が 8.35g で直径が 24mm、 91.7% 金の、22金の金貨ですね。反対面の方がイギリスの、盾のような形の紋章に、王冠がかぶったようなデザインになっています。ライオンとか、ハープですね、あと百合の花とかがデザインされているのが特徴です。サイトには、スペードマークというふうに書いてあるんですが、おそらく、これは百合の花かなというふうに思います。200年以上経過しているアンティークコインです。ジョージ3世非常に統治期間が長かったので、いろんな、肖像とあと後ろの面ですね、デザインがあります。こちらサイト作った時ですが、 NGC の鑑定済みが MS62 が6枚ですね。トータルでは88枚鑑定済みコインがあります。64が1枚で63が14枚ということなので、トップ3グレードで割と枚数も少なく希少性は高いかなというふうに思います。このジョージ3世のギニーですね、プルーフ仕上げとかも出ていて、今だと200万ぐらいでまだ買えると思うんですが、プルーフとか非常に珍しいので、そのようなものも狙っていくのもこの1ギニー金貨のですね、攻略の仕方だというふうに思います。コインの特徴はすごく、エッジの部分に枠みたいなのがなくてですね、ギリギリまでデザインがされているような形です。これ動画だとコインの側面も若干見えると思うんですが、このように、リーディングエッジっていうんですかね、ギザギザのエッジがデザインされています。これも含めてジョージ3世のギニー金貨、安い時に結構いっぱい買ったのでまだ持ってるんですが、少しずつやはり出てこなくなってきている、出品が少なくなってきているのと、値段も徐々に上がっているような状況です。2枚目がグレートブリテンの1740年と39年の2ギニー金貨ですね。ジョージ2世の NGCAU58 になります。こちらの統治者がジョージ2世ですね。1740と39のダブル年度、オーバーデイトになっていたかどうかちょっと今すぐ確認できないんですが、2つの年度が出ているコインです。サイト作った時ですが、NGC の鑑定済みコインが全部で19枚、 AU58 が全部で9枚です。直径が 31mm で重さが 16.7g、 91.7% 金の金貨になっています。基準価格 MS60 で5000ドルっていうふうになっているんですが、もちろん、だいぶ前のものなので更新されていず、実際の、相場を反映していないような状態です。肖像面の方はジョージ2世の左向きの顔ですね。で、反対面の方はイギリスの、象徴的な紋章ということで、ライオン剣盾、王冠、ハープのモチーフになります。こちらのジョージ2世もですね、肖像がかなり違って顔が全く、作りが違う、あと前髪とかですね、ジョージ VS もしくはジョージ US もしくはジョージズみたいに、綴りの部分ですね、スペルのところも、違ったりしているコインがあります。
ジョージ2世は1727年から1760年まで統治しているジョージ3世のお父さんということですね。ジョージ3世には5ギニーがないんですが、ジョージ2世には5ギニー金貨があって、5ギニーの次に、大きいのがこちらの2ギニー金貨になります。まあ、基本的には2分の1オンスぐらいの、大きさになっています。今もう一度カタログを見たんですが、こちらの方は、第8世代ですね。39の上に40という数字がやはり打刻されているようなので、オーバーデイトですね、もともとの古い年号の上に新しい年号を打ったオーバーデイトの金貨になります。まあ、これよくアメリカのコインとかで出てくるんですが、まあ古いコインだとオーバーデイト、無駄にしないためにしているものがあります。3枚目がフランスのルイ16世のルイドール金貨1786年、 NGC の AU55 です。1785年から1792年に発行されていて、重量が 7.649g、 91.7% 金の金貨です。結構統治期間1793年までなので、後半に入ってきているので8番目の肖像だというふうに思います。結構後半戦ですね。表面が左向きのルイ16世の肖像ですね。反対面の方が、フランスの紋章ですね、ユリに、あと王冠、が描かれているような形です。AAAというのがメッツ製造の、肖像の下に、まあ、ミントマークみたいなマークがあるんですが、これがボンブということで、爆弾みたいなモチーフが描かれています。まあ、グレードとしては決して高くないんですが、鑑定済みコインが全部で、13枚、AU55 が、全部で4枚ということで、こちらモリスコレクションということで、モリスさんの621枚のコレクションの中の1枚ということで、NGC のラベルにですね、モリスコレクションという、文字が打ってあるのが特徴です。まあ、現物のコイン非常に綺麗なので、エントリーコインとしては、十分なものだというふうに思います。4枚目がグレートブリテンのジョージ3世の1792年の1ギニー金貨、NGC の AU53 というグレートです。先ほどもお伝えした通り、1760年から1820年にジョージ3世が統治していました。こちらの1787年から1799年に発行されていた1ギニー金貨で、重量が 8.35g、 直径が 24mm、 91.7% 金の金貨です。基準価格が MS60 で1000ドル、 MS63 で1850ドルということなんですが、まあ、今は当然この値段では買えないです。グレード AU53 で NGC 鑑定済みコイン全部で18枚のうち AU53 が1枚ということです。表面がジョージ3世の右向きの肖像で、反対面が、盾みたいなマークの上に王冠のイギリスの紋章になっています。こちらの方は、ルイ・E・エリアスバーグコレクションの1枚という内容です。こちらも今コインのカタログを見て、ちょっと説明してるんですけど、反対面ですね、年号が書かれているこちらの面ですね、1793の、7の字が小さくて、高い位置に位置していると、あと92年の9の字が非常に大きいということで、この年号のところが最大の特徴になっています。まあ、なんだかんだ言っても鑑定コインが少ないので非常にレアで、まあお買い得の1枚かなというような気がします。まあ、先ほどもギニー金貨かなり集めたという話をしたと思うんですが、まあ昔に比べると本当に売っていなくなっていて、まあオークション見ても本当に1枚とかしか出ていない時があるので、まあ安いものは買い集めておくのがいいかなというふうに思います。今日も全部で4枚のコインをご紹介していきました。イギリスが3枚とフランスが1枚ですね。先日あのモナコの MDC モナコというオークションに参加した話をちょっとしたんですが、まあ、今回の、ギニーであったり2ギニーであったりというのは MDC モナコには全く出品されていないと、まあ、あとこれから、まあ、ちょっと半分はもう終わってしまったんですが、ゴールドバーグのコレクションオークションですね、こちらの方にも、ギニーも2ギニーも
ルイドールも売ってないような状態でしたね。なのでやはりまあこの辺の7グラムぐらいの小粒な金貨ではあるんですが、まあ、圧倒的に出品される数が少なくなってきているというのが現状だと思います。まあ、出品される数が少なくなると、まあ、出てきた時にやはりオークションで2人以上入札する可能性が高くなるので、まあ、この辺がコインが実際に値上がりする仕組みなので、まあ、このようなものを拾っていくのが良いのではないかなというふうに思っています。まあ、コインっていうのはただ安いものを買っていけばいいというものではなくてですね、やはり市場から消えてしまうものを買わないと、まあ、いつも言ってるんですが、需要と供給なので、たくさんの人がたくさん売っていると、まあ、下向きに安くなる方向に価格が形成されてしまうんですね。で、まあ、このようなものを仮に安く買えたとしても、オークションで売ってくる人がたくさん出てくるので、まあ、これから値上がりしたいコインを買うのであれば、本当一瞬で売り切れてしまうコインであったり、まあ、あとはやはりアンティークの、まあ、300万円以下ぐらいのものを狙っていくのが手離れしやすい、出口戦略を、取りやすいコインだというふうに思います。まあ、オークション本当に参加すること自体はそれほど難しくないので、まあ、海外送金であったりですね、まあ、言語の問題とかはあると思うんですが、まあ、やはり下見から始めてチェックして、まあ、エントリーをしていく練習をしていくというところをやっていくといいのではないかなというふうに思います。2020年の12月20日ぐらいから、LINE の方ですね、登録していただいて個別相談に申し込んでいただいた方に、1日2人ですね、水曜と木曜日と日曜日30分を2コマ2人ずつだけ、個別相談というのをオンラインで行っています。こちら Zoom を扱っています。Zoom の方は、スマホでも、パソコンでも、つなげられますので、ぜひその個別相談ですね、こちらの方にお申し込みいただければと思います。まあ、YouTube の方にもよくコメント欄にご質問とかいただくんですが、あとメールとかでも来るんですが、まあ、個別相談に申し込んでいただいた方がいろいろとお話できるので、まあ、ぜひ、使っていただきたいかなと思います。まあ、この動画の最後にも、QR コード出てくるので、そちらの方をカメラでスキャンして LINE を立ち上げると友達登録できるようになっていますので、こちらのはだいたい LINE で5、6通私からメッセージが行くのと、動画が1本ついています。あとですね、その URL、クリックすると個別相談申し込めるようになってますので、ぜひ使っていただければと思います。 Thank you for watching. 見ていただきありがとうございます。 Don't forget to like and comment the video. 動画にいいねやコメントを入れてもらえると嬉しいです。 Subscribe to my channel. 私のチャンネルに登録してください。